これ何なんやら舌噛みそうな名前のやつ、フライシュマンアマガエルモドキ、うん、覚えられへんな映るかなこれ、パチパチ映ってる、多分映ってない気がする、心臓映ってる、心臓めっちゃ動いてる、ゆらさんと言ってる、揺れとるつもりはないそんなん言うたら余計揺れてくんで。あーすごい、すっげ好きやで。そうなんです、通称グミガエルですから。あーなるほどね、グミっぽい半透明な感じで、ね、すごいな、スケスケ、恥ずかしいね笑かしたらいかんてん、もいや、高生なんで、映ってる映ってる、ちゃんと、はい、昼間には寝て、こうやってカッパの、普段は葉っぱの裏で寝てることがほとんど多いんですが、今日めっちゃたまたま、おお、ガラスについてる、ここが気に入ったら覚えたりするんだ、ね、覚えたりすると思います、まあ、そうやん、すごいよね、恥ずかしい目もキョロキョロしてるし、すごい、心臓、夜は起きてご飯食べに行きます、ちゃんとちゃんと戻ってくるのかな、なんかでもお気に入りの葉っぱがあるみたいで、なんか同じようなところには多いです、戻ってくることが。怖いね、この顎の下に手を置いてんの。そうなんですよ、多分乾燥を防ぐためにこう体に密着させてる。ああなるほどね、すごい、グミ、グミガエル、そうなんです、かわいいんですよ、通称が寝てます、グミガエル寝てます。あ、起きた、 あ、でもこの角度超綺麗、起きた、なんか幻想的やな、起きた、起きた言い過ぎって失礼やな、言い過ぎて起きてしまった、ピーンって飛ぶんで、あ、飛んで、思わず手が出る、終わりやな、ちょっと戻します。あ、でもなんか、いい結果、結果往来なところにこう聞いたけど、遠いな、なんか笑ってる感じやな、うん、そうなんですよ、寝てる顔が笑ってるんですよ。え、カエルってみんなそんな感じじゃない？いやいやいや、そんなことない、なんか笑ってるみたいな、口がこう口角上がってるような感じがする。ああ、そっか、そっか、こういう感じな、若干あの体が重たくて滑ってる。ああ、かわいいフライシュマンアマガエルモドキ、アマガエルじゃないですよ、ただカエルだけど、ああ、はい、アマガエルの仲間ではないけど、グミガエル、通称グミガエル、美味しそうな名前でした。かわいい、かわいい。